12月22日横浜市青葉区青葉台駅周辺で飲酒運転防止のためのハンドルキーパー運動の呼びかけが行われました。これは交通量が増え事故の危険が高まる年末年始に向け青葉警察署が実施したものです。まず警察署員や交通安全協会のメンバーらによって交通安全啓発グッズの配布が行われました。その後ハンドルキーパー運動の呼びかけのため周辺の飲食店を巡ります。ハンドルキーパー運動とは自動車で仲間と飲食店などに行く際にお酒を飲まない人を決め仲間を自宅まで送り届けることで飲酒運転を防止する運動です。飲酒運転はダメですとちゃんと言ってますんでみんな守りましょう。5つの飲食店にハンドルキーパー運動のミニのぼりとバッジを渡し飲酒運転撲滅を呼びかけました。お酒はみんな好きだと思うんでたくさん飲んでもらって安全安心で飲食を楽しんでください。青葉警察署管内での飲酒運転の取り締まり件数は11月末現在で12件でこれは横浜市内では鶴見警察と並んでトップです。罰則が強化され悲惨な事故が起きているのに未だに飲酒して車を運転する方がいることは大変悲しいことです。お酒を飲んで車両を運転することは過失ではなく故意で悪質です。その一杯で後悔することがないよう飲酒運転はしないでください。